おっす。あれ、マティアスさんだ。私のアトリエにご用ですか？いや、用があるのはソフィー城だぜ。え、私？ああ、君ともっと仲良くなりたくて。年も近いみたいだし、一緒に食事でもどうかな？私は別に構わないんだけど。マティアス、いい度胸をしていますね。そうですよ、先生を食事に誘うなんて簡単に許されると思わないでください。どうして二人ともそんな怖い目をしているんだ？ソフィーは誘われたらすぐついていってしまいます。なので私たちが守らなければいけません。だからマティアスさん、ソフィー先生への誘いはお断りです。そのいろいろとごめんなさい。あ、私なら全然 OK ですよ。美味しいものを食べさせてくれるならですけど。フィリス城と俺もっと大人な子がいいな。あ、ひどいこと言った。もう許しませんよ、マティアスさん。そうよそうよ、フィリスちゃんをいじめる人は許さないんだから。あ、でもフィリスちゃんとの食事はもっと許さないわ。だからこのまま黙って帰れば許してあげる。うわ、どっから出てきた。ダメだ、この一行はガードが硬すぎる。退散。みんな、さすがに失礼なんじゃ。いえ、そんなことはありません。ソフィーに手を出す輩は排除されて叱るべきです。そうですよ、どこでも先生ばっかり口説かれて羨ま…じゃない、危ないですからね。フィリスちゃんは私が守るわ。リアーネさん以外は私のことを考えてくれてるんだろうけど、私そんなにダメな大人に見られてるのかな。なんだか複雑。